子供部屋は、エドワード・エルガーが作曲した、還元楽のための組曲。作曲者晩年の作であり、子供の魔法の杖と同様に、幼少期のスケッチブックの素材が用いられている。子供部屋作曲のきっかけとなったのは、1930年に、エルガーが、子供の頃の音楽スケッチが収められた箱を、最近見つけたのだと、グラム本社のウィリアム・ロードン・ストリートンに語った、ことだった。 ストリートンは彼に国王の音楽師範としてスケッチをもとにマーガレット王女の誕生を記念する作品を書いてはどうかと提案する。完成された組曲はマーガレット王女、その姉エリザベス王女、彼女らの母であるエリザベス王妃へと検定された。この組曲の多くの楽章は子供の魔法の杖と同じ様式で書かれており明るい性格に支配されている。 ただし、ザ・ワガンは別であるとする意見も見られる。エルガーの権威である音楽評論家のマイケル・ケネディは、ニューマ社がガラガラと近づいてくると、音楽は公共曲、第2番のスケルツォの一節を忍ばせるような調子で、不吉になっていき、その時、エルガーの言葉を借りるならば、車輪が私の頭を引くのだ、述べている。アンソニー・ペインは、 公共曲第3番の保湿作業を行うにあたり、最後の部分にこの楽章の形式を流用している。子供部屋組曲は演奏会場でなく、レコーディングスタジオで初演が行われた最初期の還元楽曲の一つである。1931年5月23日に行われた初演では、最後の2楽章を除く全曲が作曲者自身の指揮によって録音された。 最後の2楽章は、同年6月4日に、4歳になるエリザベス王女やその両親などの聴衆を招いて演奏されて、際に付け足されたものである。曲の公開時の表として、グラムフォン氏の W.R. アンダーソンは次のように書いている。印象的なバイオリンの家電茶を有する最終楽章は、とりわけ重要であるように思える。記憶をほのめかしているのだが、 それは音楽中でも最大限にほのめかされるものの、はっきりと述べられはしない。そうした記憶が傷つけるからではなく、若さとは記憶をそのようにしか理解できないからである。ここには古い炎がある。少なくとも二つの学章は他の六つとは異なり、子供の魔法の杖にはない新鮮さを見せている。心と精神のありのままの偉大さあらゆる天才が与えられる。 以上のモノマイナスによって、我々の愛するエドワード・エールガーは、特徴付けられており、また彼の人生全体を通して特徴付けられて、きたのである。バレエ、子供部屋は、ニネット・ド・バロアの振り付け、ナンシー・アレンの舞台装置と衣装によって、1932年3月19日に、サドラーズ・ウェルズ劇場において、ビッグ・ウェルズ・バレエにより初演された。出演者には、アントン・ドーリミア、 アリシア・マルコは、ジョイ・ニュー・ウトンらがなを連ねた。振付師のフレデリック・アシュトンは1986年の女王の60歳の誕生日を記念し、ロイヤル・オペラ・ハウスで行われた柄公演のために、子供部屋組曲の新しいバレエを制作し、これが彼の最後の作品となった。7つの楽章とコーダから構成される。演奏時間は約25分。注釈出展。 ありがとうございます。